で水来たんですね、あれ見えるかな、ちょっと左寄って、うわうわうわ、あ、でもだいぶ本当引きましたね、水ね。これは反対岸のグラウンド、あの花火大会やってたところが、あの辺はもう水浸しで、もうひどいぐっちゃぐちゃですね。ほんと花火大会1週間早くてよかったなって感じじゃないですかね。うん、1週間でな。として道がねダメなところが、まあでも土手上は大丈夫なのかな、玉包みは、うーん、大丈夫っぽいかな。まあちょっと行ってみますかね。なんで友達の家に行くのはちょっと、もうちょっと後になります。すごいね、やっぱね、今双子新地の駅の近く通りましたけど、お客さんというか見に来た人がたくさんいましたね。バーベキューの時ももうそれはたくさんいますけど、それに匹敵するぐらいの人が、もう自転車とか普通にもうランニングもしてる人もいるし、写真撮ってる人もいるし、丸子橋中原街道来ました。やっぱ人通りも結構多いし、車も多いし、あー結構やられてますかね、見えますかね。水はもう引いてますよね。もうこの辺一帯もう水だらけだったと思うんですけど、わー、みんな写真撮りに行ってますよね、動画か。右側は、右側もまあひどいっちゃひどいけど、
とまだ見えないですけど、川の右側にこれ川があるんですよね。ちょっとした何が川だかわかんないですけど、それの掃除してますね。と土とかなんかもう詰まっちゃったんかな。よっぽど相当来たんだろうね、水が。
ですね、第三京浜あたりかな。なんかポツンと座って眺めてる人もいますね。見えるかな。